皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。コロナよりとにかく怖いのは、日本にいる限りやっぱり地震だなと思っていて、東日本大震災以来毎日地震の発生情報を見てるんですけれども、本当に今年はそんなに多くはなくてですね、大きな地震もないんですね。で、最近で言うと12月の1日にサハリン西方沖でマグニチュード 6.6 という、非常に大きな地震があり、日本でも揺れたということはありましたけれども、それ以後あんまり目立った動きはないんですね。ただちょっと気になるのが、三宅島近海震源の地震っていうのが11月30日3度起きていて、その後12月の3日、12月4日にも起きている。この辺、伊豆とかね、あの辺は揺れるところではあるので、震度1ぐらいの地震がいくつかあったぐらいでは大したことはないのかもしれませんけれども、とはいえ、10年ぐらい毎日、ほぼ毎日地震情報を見てますけど、三宅島近海震源の地震が数日何度も出てくるってことはあんまり見ないので、もしかしたらちょっとこの辺は気をつけられた方がいいのかなと。あと引き続きやっぱりね、東北沖はちょろちょろ起きてます。例えば12月5日だったら福島県沖、震度1ですけどね。あとは12月3日だと青森東方沖、その前12月2日は宮崎県沖ということで、東北沖は震度1だから大したことはないと思うんですけど、本当に宮崎県沖なんていうのはもう30年に1回に必ず大地震が起きるって言われていて、本当にもう何度も10年に1度ぐらいのペースで起きてるようなところなので、東北沖はね、もういよいよ東日本大震災から10年ぐらい経つので、あれほどの大きな地震があるとは思いませんけれども、やっぱり頻繁に起きている地域なので、ちょっとそろそろ、気をつけられた方が、特に、今地震が起きると冬なので、やっぱ冬に電気が使えなくなるともう寒さで死んでしまうっていうのもありますし、あとは今コロナなので、やっぱりそのボランティアとか支援が来ないっていう可能性とか、避難所になかなか避難しにくい、その感染が怖くて、もちろんもう冬っていうのはね、そのやっぱりインフルエンザが流行ったりとか、ノロウイルスの問題とか、やっぱり感染症っていう意味では避難所は非常に弱い部分があるので、やっぱり自衛してね、備蓄して、自分でなんとかしのげるような、体制を整えておかれるといいんじゃないかというふうに思います。